原西フィッシングクラブ、バレてもキャストしてファイト。原西フィッシングクラブ、息のあるおじさんでいたいらば、漁師高志原西。漁師高志原西。さて、はい、フグの葛藤釣りで釣ったフグを、はい、実食でございます。はい、ありがとうございます。いや、こちらが、彼岸フグの刺身、はい、フグ刺しで、こちらが詳細フグの唐揚げ、唐揚げ天ぷら、どっちだろうな。うまっす。こちらお鍋、お鍋ですね。どっちだろう、どっちのフグなのかな。ちょっと待って、揚げてみよう。見たら分かんのかな。いやー、おいしそう。なんかセンターにいますよ。何やろ、白が皮じゃない、皮なの、皮指引き白子、違うな、違う、ただの白子いますよ。こんな風じゃない、これぶつ切りやからあれですね。詳細、詳細やねと見ました、はい、やった。じゃあそれでいただきますか。はい、はいはい、いただきます。いただきます。あれ、何悲願のルールないよね、今度。ええ、そのルール言わなかったよね。あの、釣ってない人は食べたらあかんみたいなルールは言ってなかった。最初に言ってんやったら俺も食べへんけどいいんですね、あなた、あなた、あなたプライドのもんないですよ、それは。はい、俺はどっちでもいいんですけど、あなたのプライドとして、はい、釣ってないけど、そんなプライドもクソプライです。クソプライです。クソプライ食べたい、美味しくいただきます大好き人間。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。まあそりゃそうでしょう。もう一つだけ行ってみようかな。これも行きたいんだけど、そのだね、スーパーとか多分売ってないでしょ。あ、見たことないね。最初やったらいいね。あの、プンプンだしもらえる。これ1枚いいね。うん、1枚だけ、1枚だけ、1枚だけ、ちょっとしました。うん、歯ごたえあり、おいしいよ。うわ、歯ごたえすごい弾力。おいしい。薄作りでこれですよ、田村さん。うまい、うまいな、これ。うん、うまっ、うん、まっ。ごめん、正直やばい、うまい、うまい。トラフグって言われても、うん、わかんないです。わからない。今言っちゃった、今言っちゃった。俺もちょっとごめんなさい、僕も美味しく食べます、ここからもう特に味を。皆さん、ちょっと見てて、使わせてもらってほしい。裏、裏、全部裏、ちょっと見てください。はい、はい、はい。あー、わー、やっぱ自分で釣ったやつうまいわ。釣ってないねん、釣ってないねん、バカしてん自分たちって言うんだよね。自分たちが釣ったやつ美味しい。フィッシングクラブ。クラブでね。たちが釣った。はい。うん、まっ。揚げちゃうものですから、ね。うまい。本当に美味しい。うまい。ほんまうまいわこれ。本当に身がムリムリして。まあいらっしゃる話ですけど、こんなん普通の家の食卓に並ぶときにはだいぶ値段が、うん、ね、上がってますもんね。うん、まっ。うん、まっ。おいしい、ほんと。しれっと飲んで。飲んでしまった。今私これビール。ビール。あの伊藤さん帰り車運転してくださいね。あ、わかりました。はい。大丈夫です。はい。いただきます。どうもさんね。お疲れ様です。すみません。あまりにも普通に飲んでます。甘。うまっ。どうしよう。俺ね、家にだから持って帰れるわけじゃないですか。僕らもう置いてもらってるから。そうですよ。ただこの薄作りのテクニック、テクニックもなんだよね。これがだからここまで薄くできないのよ。でもこの薄さじゃないとこの味っていうか、なんない、出ないと思う。だからそのためにわざとその薄作りにしてんやろから。そう。でも船長が言ったのは、うん、そのこういう薄作りにできへんかったら、はい、柵をバーナーでわーって炙って、うん、柵の時にね。そう。で炙って、あ、ぬのやつだけ取って。うん、薄皮みたいな残したままバーナーでバーって炙ってぶつ切りにして、でポン酢つけて十分うまい、うまいって言って我々ね、ここまでできへんやんか。はいはいはい、そのぶつ切りでできんやったらそれ全然うまいよって言う。チャレンジ毎回しますよね。一応な、ヒラメにしても一応何でもやってみようと思うけど、薄作りにチャレンジする。カワハギ指摘されましたので、ちゃんとしたちょこちょこ練習はしてるんですけど難しいね。美味しい、こう上手。ありがとうございます。こ
フワマンさんの持ち方で。ガマさんこうじゃなかった？そうです、ガマさん こんな感じですよ。知らんわ、フワマンさんの足の持ち方で。なんか一時期話題になりました。話題になりました。だいぶ上手くなったんですよ、私もこれ飾れるようになってますので、ね、もうご指摘しないです。フワマンさん抜きしました。いや、こんな、まあ、美味しい、これはほんまに美味しい、ね、ほんま、あの、あれよね、あの船の上でもさばいてくれはるし、はい、ある程度のとこまでね、まあ、だって免許がないと無理ですからね、うん、そんな僕らでできないことなんで、ありがたい話ですわ。うまっ、いきます、次いきましょうよ。これあ、塩かちゃったかい、もしろこの味ついてるでしょ、ついてるでしょ、それも一気に見ましたけど、いただきます。骨抜けてんの、ここに真ん中のやつ、これ小細胞ですね。うまい、あ、うまめっちゃうまいやん、うまうまうまいわ、うまうわ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 やね、うんうん、え、おいしい、あれこれ骨も食うてる俺、いや、いけるね、いける、うん、はい、あ、いかれへんわ、いけるだ、いや、うまい、うん、どっち、うん、うん、やめよう、うん、やめよう、美味、うん、しいな、美味しいわこれ、あ、ちょっとアリさんに連絡しよう、なんて天ぷらやぞっつって、今日やるぞっつって、これ美味しい、うん、いや、これはすごいね、これうまい、これまずいとか嫌いっていう人おらへんのちゃうかな、やばい、これ私この、はい、私これ食べられへんわっていう人多分日本でも5人ぐらいだと思う。偏食の人ですね、相当日本全国探して5人ぐらいしかいない、めちゃくちゃうまい、いや、うまいね、まあ、これは美味しいわ、塩菜風の唐揚げはうまい、唐揚げ、唐揚げだな、唐揚げって言ってたね、竜田揚げなのかな、唐揚げなのか分からない、うまっ、うまいね、塩菜風の唐揚げは食べられへんわっていう人いけないと思う、ほんまに岡村さんいっぱい釣ってましたよ、俺これめっちゃできますよ、20個ぐらい食えます、奥さんに、うん、こんなどうする、奥さんが、あ、これ5人の近いのって、日本の5人の近いのすごいなっていうすごいなすごいな、自分すごいなって言うんや、うん、これ食べられへんのって言うんや、もったいない言うて、いや、これちょっとうますぎる、うますぎるよね、これうますぎる、ちょうどこれ、これが一匹でちょうどこの大きさになってる、食べやすい大きさになってるのよ、これおいしい、うん、あ、ちょっとやっぱ肉厚ある方が美味しいわ、うん、な、これ、おいしいあのね、もう、そうやね、うん、弾力すごい、どう伝えたらいいのか、と弾力がすごいよね、うん、塩味の旨味、バッチリ、なんかこのキスとか、うん、そういうような感じのな、うん、の、肉厚やから、うん、白身の上品な味やのに、うん、肉厚で、それがずっと続く感じ、うん、まっ、大人食いしてる感じ、うん、贅沢だな、贅沢やわ、これはやっぱりもしね、釣り、はい、趣味な人やったらこれやった方がいいよね、これは一回はやってみてください、帰ってちょっとまあ、たぶんこういう船でフグを釣らしてくれてるところってさばいてくれるんですよ、ね、いや、基本全部そう、そういうことやね、うん、だからここまで向いてくれるんですよ、だからその尻尾と身がブリーンってなってるやつが、内臓だから、コチとかの頭切って向いてくれてる感じだから、はいはいはい、だから三枚におろすっていうよりも骨から外したやつをあげる感じなんですね、それをビランって松葉揚げみたいなやつあるでしょ、これはすごい、これは戻ってる、戻った、いや刺身好きやから刺身好きイカ好きでしょ、俺刺身好きな、刺身好きやから刺身好きな、足をちゃんと、俺タコ好きですから、タコ好きタコ好きなんですよ、うん、白、うわ、これうまっ、ちょっと待って、俺マジでもっと釣ればよかったもっと頑張って釣ればよかった、土産飲んで、うん、喜ばれるしやな、これ、あ、どうしよう、さあ、そしてそう、行きますか、お鍋、これはこれどれだろう、あ、これか、これで作って食べるんだ、すみません、ちょっと待ちます
そうだこれ、これ真ん中のこれが何かわからないのね。皮じゃない、皮部分っす。いや、詳細は皮食えないんで。あ、怖いね。俺ほんで、お豆腐割と好きなんだよ。なんだろう、なんかちょっと違う。一応あの船宿さんが、はい、内臓とか皮とか処理した状態でいただくのを入れましょうか。あ、大丈夫ですよ。身かきっていう、ああ状態がね、身かきっていう状態です。はい、身にあの結石の結、あの かけるっていう字で身かきって言います。で、大体あのフグ船出てる船宿さんはもう確実に釣ったらあのその状態にして身かきにしてくれて、あのくださいますね。だから見かけをちょっと写真があれば出してください。あ、わかりました。この状態かっていう、はい、このポン酢でちょんとあれするのじゃん。そうっすね、はい、ポン酢ちょん。で、またもみじおろしとネギも。あ、フグの出汁ってめっちゃ出るって言います。はい、骨めっちゃ出汁出てる、出てるわ。そのね、そのはい、つけてもいいと思うけど、はい、これはこれはね、はい、刺身にした時に残る薄皮を茹でたの。へえ、薄皮、はい、なので薄皮なんですごく旨味が凝縮されてて、へ美味しい。湯引きみたいなことですよね。だからこれは彼岸フグの薄皮ってことですね。うん、うわ、ちょっと味するよね。味する、味する、味するこれ何、これ味してる。いや、こ昆布とかも入れてると思うけど、それじゃないやつが。で、味がしてる。味がしてるのは分かったですよ。どんな味か教えてくださいよ。味ですね。教えません。味するだよ。味する。自分でやってみてください。俺自分のやつで入れてた。ここにあったんだね。ここにあったんだね。あ、そうありますよ。いや、だしが、ね、だしがいる。黄金色ですよ、だし。するやろ。味するしか言わへん。味するよ。え、どこのやつ、これ、どこのやつ。味するよ。もうちょい詳しく教えてください。味する、味すんのはもう分かったんですよ。美味しいよ。なんていうのこの、美味しいよ。な京都で通用する味する。通用する味、味する。歌舞伎の人が食べてる。歌舞伎の人が食べてる。ニュアンスやな。歌舞伎の味がする。歌舞伎の味なんすか。うまや。これだ。歌舞伎の人や。歌舞伎の人。歌舞伎の人やこれ。歌舞伎の人が食べはるわこれ。とにかくお上品なってことですよね。はい、でまたちょっと食感違うから、また感じ違うよね。ちょっと言ってみ。うまい。うまいよね。言ってた。うん、おいしい、おいしい、あ、身おいしい。ちょっとポン酢入れてもいい。そうね、あの入れてもいい。全然ちょっとつけたい感じ。あ、ちょっと、うん、あんまり入れてもいい。白身の最高お茶、うんうん、ほんまそうちゃう。あ、どうしよう、マジで。うわ、うまっ。これどうしよう、マジで。だってこれも鍋でうまいじゃないですか。ちょっとすいません、原西さん、カメラ目線で何も言わないのはちょっとやめてください。言葉にできない。できないということですか。小田和正が言ってたでしょ。10秒ぐらいすごい顔でこっち見てたんで。多分これを食べた時に小田和正の作曲考えたんちゃうかな。言葉にできない。小細工のことを言ってたんですか。小細工の歌ちゃうかなと俺思うぐらいな。うまい、うまいよ、うまい、ほんまに。いや、これマジで鍋にした方がいいのか、うん、天ぷらか迷うな。全部うまいもんね。全部うまい。これちょっとびっくりやな。これびっくり。うん、まっ。結局こっちに帰ってくるけどね。うん、秋が来ないよね。で、今回今これ釣れたてを食べてるんで食感あれですけど、うん、弾力がある。まあ白身なんで寝かせてもまた旨味がもっと出るという。はい、釣れたてでも美味しいし。だからこの弾力がいいのかもわからない。俺この弾力がいいかもしれない。フグっぽいですよね、うんうん、じゃあやっぱ釣れたてがやっぱ一番いいですね。がいいかもわからん、はい、寝かしたらまたほんまちゃうかもよ、ね、またねっとりしたみたいなのがあるもんね。これはちょっとほんまに両方食べてみたいですね、ほんまに。うわ、どうしよう。釣れてよかったな。これあれもしよう、着物にもしよう。全部一回こんなんあるよね。
小さいやつ、うん、うわもったいないかな、詳細をもっと釣ればよかった。いやうまい、うまいね、美味しい、ちょっと釣りたかったな、びっくりやわ、うん、おかしいですね、おかしい、いや行きたくなりますわ。なんかやっぱり皮食べた、あ、俺食べてる、入れて1個入れて、指切り、なんか美味しい、この出汁異常にうまいやんけどな。はい、ありがとうございます。すいません。めっちゃ出汁うまい。出汁めっちゃ飲んでまいんです。めっちゃうまい。フグの骨めちゃめちゃ出汁出るらしいんで。これさ、あの中、はい、骨、骨、はい、骨、骨も入れてはんのかな。多分入れてるんじゃないですかね。あ、指切っていうよりも、でも身の味が強いかな、ちょっと。皮がだからそんなに多分ないんやろね。うん、いや、ほんまや、うん、身の味がする、コリコリしてる感じではない、違いますね、あのコラボのやつではない、うん、まっ、身に、うん、身に近い、うまい、やばい、うん、まっ、べらぼうにうまい、いや、ほんまだから、ね、何ですか、さっき言うたな、白身の最高のお出しましたよ、めっちゃもう一回言うでいいんちゃう、もう一回言うでいいんちゃう、白身の中では一番ちゃうかな、うん、なんか食感、ふわふわ感とかも含めて、こっちすごいコリコリやん、こっちがもうすごいな、こっちもふわふわやねん、ふわふわやねん、うん、まっ、どうしようか、どうしようか、うん、だってもうここの感想もやけど、家で、ね、あの引き数をどう分けようかを今考えていますもん、バランスよくね、うん、どういう食べ方するかな、はい、うん、まどれもうまいわ、間違いない、間違いない、全部うまい、だけどそのこういうね、さばき方で現場合、ことお鍋でドンって入れてもな、これうまいね、美味しいしね、唐揚げも美味しいし、うまいし、だけど赤目、あれ彼岸フグは、はい、こっち側でチャレンジしてみたくなる刺身ですね、うん、身が大きいからね、うん、うん、切れ、まだまだその詳細部よりも切りやすいから、うん、あ、それとまだなんかあともう一品あるらしい、え、マジっすか、これ止まらん止まらん、ま、マジで何これ、うまっ、早く締めろよっていう顔がね、うん、あげませんよ、そんなことないですよ、ただもうあげませんか、めちゃめちゃ腹減ってきましたね、あげませんか、これほんまにめちゃめちゃうまい、めちゃくちゃうまい、はい、これは、え、この釣りっていつまで、これ年中詳細はできます、はい、で一応あの梅雨時期が詳細フグはあの白子がめちゃ出るあのシーズンになるんで、梅雨時期が人気あるんですよね、そうだから今回白子が ね何匹も50匹ぐらい釣った全部で、うん、もっと多分皆さん釣ってるんで、釣った中で白子を持ってたのが2匹しかいなかった、あ、それは彼岸フグがですね、今の彼岸フグが今の時期白子があって、あ、詳細フグは今の時期はないっぽいです、ないんで、はい、はい、いや、うまっ、だから梅雨時期にもう一回詳細フグこの釣りやったら、はい、まあ2分の1の確率でオスだとしてあの白子が入ってたら、うん、あのまた湯引きポン酢、これそうです、むちゃくちゃ美味しいです、溶いていいし、ね、そのままもう火に炙ってもいやうまいよ、カリカリ周りをカリカリにしてちょっと醤油いったらいつって梅雨時期です、ね、梅雨時期、はい、種類は違うけど、だってもうまた言うけど、はい、ヨシキさんは毎日食べてるからそうなん、え、フグをってことですか、毎日一日一食、それ健康食みたいな感じですかね、うん、贅沢でルーティーンルーティーンで、はい、食べてるとこあんま見たことないんだけど、うん、ニュースで出てた、ニュースで、ニュース、はい、一日一食やって毎日、え、それをこのもうじゃあフグしか食べないと、そう、フグしか食べてない面白い、すごいな、でも分かるルヤ、分かる分かる、さ、秋は結構いいと思う、うん、そう、秋はすごいんでしょ、全員が出て、まあ、それで飽きは来ないって言うけど絶対飽きるでしょ。だから天才って言われる人はね、一応もずっとカレーだし、こだわってないのかもしれないね。その健康を考えて、いやうまいなーと思ってるんじゃないんじゃないの。うん、このルーティーンとして食べてる感じじゃない。なんでフグに。確かに。確かに。なんでフグに。
ちゃ止まらへん。止まらへん。めちゃくちゃおかわりする。めちゃやべえ。きた。きた。これがもう。何？何これ？ラーメン。ラーメンですよ。ラーメンですけど、どういうこと？どういうことですか、お母さんこれ。フグのラーメン。フグのラーメン。え？だしが。え？だしがってこと？だしがフグ。え？だしもフグから。で。身も入ってるんですか？これ袋の身ですか？これ。おおおおおお。食べよう。なんかごま油の匂いもしますね、ちょっと。あ、ほんまや。ちょっと今ラーメンですよ、岡村さん。鍋。めちゃくちゃな。うわ。え、何？いや、これは。だしだ。岡村さん、ご当地ラーメンで出したらどうでしょうか？この出汁のうまさ、これメニューとかにないですよね、お母さん。ない。おいしいなぁ。いや、うまい。うまい、うまい。めちゃくちゃうまいわ。いや、これはうますぎる。うわ、これはちょっと普通のラーメンとはちゃうわ。そう。え、骨で出汁取るってことですよ。何？骨と身とかでですか？全部。ここでいただわったこのあの塩ラーメンのところにこのフグのうまみが加わったみたいな出汁なんですよ。だから、食べたことないんで表現しにくいですけど、これいただきましょう。これはね、いろんなラーメン通の方々もうなるぐらいのやつだと思うんですよ。はい、おいしい。うん、一気に、これは一気にかわんまい。ネギも出ないのに黒酢星をお湯つけですから。ネギも合うと力が出ないんですよ。挟む力が弱くなるんですよ、通常のちゃんとした握りだと。私、いただきますね。うまっ。これほんまにあれちゃう。うまっ。おいしい。おいしい。ほんまにトップクラスのラーメン、うん、いや、これは今年のラーメン賞に出してもいいんじゃないですか、うん、出店してもいいんじゃないですか。ラーメン大賞や、これは。1位もらえると思うんですよ、本当に。ほんまに美味しい。え、通常は普通のラーメンで出してるんですか？いや、あの、全部ワダルスに行くんで。うん、あぁ、つたさかなんで。うわ、天才。なかなか。これはちょっとほんま、めちゃくちゃうまいわ。出た。これだから、あれですよね、あの、フグのお出汁と何やろな、なんか入ってんな、分かりにくい。え、だしはフグだけですか？その煮干しとか使ってないんですか？使ってないです。あ、使ってない。ちょっと昆布とか。昆布、あ、昆布と。劇的にうまいよ。え、あっさりしてるけどコクがあるというか、そうそう、ガメがあるというか。これ、このだし取るのにフグって どれぐらいって言ったらあれですけど、どうしてんの？テキサーのさ、別に私の手持ちの方で。あ、やっぱあったんですね。使ってます。で、結構量使いますもんね、多分。そんなに、あ、そうですね。使ってないですよ。え、そうなん。やばい、これ美味しい。毎週土日だけやってるんですけど。へえ。土日だけやってはる。あの、平日釣れた魚でやってるんで。へえ。それはフグだけではなく。ヒラメもやりますし。でもこれフグの独特の、はい、フグラーメン。いや、これフグラーメンは。定番化してほしいなぁ。うまっ。あれ、またやって出た出た、またやって伸びるからって。静かにって食べてやりますね。うまっ。伸びるか、あなた。ずるずる茹でるやん。ずるずる茹でもてるやん。うまっ。だしすごない？うわ、すごいっすね。これだって食べたことないこのだし。ほら、あー、ラーメン研究家みたいな人とかさ、うん、ラーメンの専門家の人おるやん、うん、はい、そういう人にほんま食べてほしいよ。食べてほしいわ、本当に。食べたことないやろ、こんな。食べれないっすね。言ってあげたの、ほんに。うまっ。こんなラーメン、うまっ。伊藤さん、この身が薄作りでいいわるね。伊藤さん、このラーメンどうですか？どう？いい感じやな。大きいやろ。ギャグです。ご機嫌なんじゃなくてギャグをやってるんです。ギャグ、はい。機嫌良くなってちょっと声で。いい感じやなってギャグ。おなじみの。ご機嫌視聴者ご機嫌にやって。でもお母さんが笑いこらえなくなってますもん。お母さん、お前見ろよ。
で近くで。お母さん、このフグ料理いい感じやな。ありがとう。ありがとう。ソフトやね。早かった。ありがとう。どうしたの？いや、どうした？あの、武器。え？武器？武器？はい。わーだけ言うのいや、すごいわ。これは食べたなるやろ、次また。いや、ほんま。これ。かと言って、ここに来ても、そう。ないのよね。特別メニューや。そう。なんですね。特別に来てもらってるやつ。それか土日に。あ、土日に、はい、来ていただいたらこのラーメン食べれるっていう。なんですけど、大体20杯程度しか作れないんですよ。あ、わあ、限定。限定。今食べてほしいよなこれ。これほんまに食べてほしい。ほんまに。え、今まで食べたラーメンの中でマジで僕トップですね。本当に。でもあんなこのラーメン屋さんとか俺行ったことないね。え、ラーメン屋さん行ったことないですか？ほんまにないね。札幌一番塩ラーメン店舗に行ったことないと。そう、ああ、はいはいはい、ないんです。めちゃくちゃうまい。ラーメン研究家のね、石上さんやったっけ？石上さん、はい。あの人にこれちょっと品評してもらいたいな。すすろくん、あ、そう、いてるね。いやー、おいしい。これはほんまにびっくりしてる。もう、ハリさん、リョウさん、完食の勢いです。うん、これ食ってますね。僕、完食です。早っ！ダッシュを飲みたいし。だから、これはでけへんな。でけへん。これは完全にできない。これはもう、我々のことです。この刺身も、刺身とか薄作りもここまで薄くできへんけど、これとこれね、こっち側は少し近づけれる。うん、うん、鍋鍋コブとこのトフの、え、今日はまるで入れちゃってるんで、ぶつ切りで、ぶつ切りですよね。はい、あ、それだけですか？そうですね。で、ちょっと味がつけてます。何で？お酒と塩。お酒と塩だけ。そうだから、それでこれ出るんだ。マジか。フグってやっぱすごい出汁出るんですよ。そうですね。まあでも他の、まあ今日ちょっと見ていなかったんですけど、他のもラーメンにするっていうのはそれだけ出汁が出るんですよ。あ、出汁出るやつをなるべく。そうですね。まあ、その時々の釣り物として、あの、まあ、本当に日替わりみたいに、へ、釣れた魚みたいでやったり。釣れた魚で出汁が出るやつって、順番で言うと、どんな感じ？ヒラメも出るっていう。ヒラメも、最初に始めたらヒラメの方が。あ、へぇー。ヒラメ。いやー、そんなクソだからやってる。嘘でしょ、マジで。そんな名前じゃないようにお願いします。え、なんで？でもヒラーメンです。ヒラーメンヒラーメンかよ。すごい失礼なこと言ってもうた。クソだぜ。クソだぜ。言ってない。言ってないとか言って、お願いで。お願い。フグ、やっぱりフグ出ますね。フグは本当に強烈に出ます。やっぱフグはちょっと、フグぐらい出ます。で、サイズが小さいのだとやっぱりちょっとパズはいるんですけど、でもやっぱりこれ釣り人の特権ですよね。そうです。だからスーパーで買えないから、うん、本当に釣りに来ない人となかなかこういう、うん、まあ、ラーメンの人も食べれないから、そう、僕もありがとうございます。カットやりたいって言っていただいて、ね、もうそのおかげでそんなおいしいのありつけたんで。そうですよ、はい。詳細風を釣りましょうって。そこはいいね。だから詳細風は釣るのは、ヒガンクは本当はもう全然違うから、うん、違うことは、違うことはない。僕、4匹釣ったんで1匹いりますか？もらいます。それもらうんかい。あれもらうんかい。美味しいからね。はい、というわけで、今回のカツオ釣りで、食べるとこまでしっかりもどうもで、はい、あのカメラ回しなさい、ちゃんと。最後は、最後は、最後は、わかりました。はい、最後、わかりました。完食やな、これ。完食やな。何それって言えばいい。岡村さん発案のやつですから責任取ってください。完食やな。いや、堪能しましたね、はい。いやー、美味しかった、びっくりした。はい、これだから岡村さんってあの一回釣った魚より新しい魚、新しい魚、新しい釣りもん、そうですよ、釣りもんって言うんやけど、これもう一回戻ってくるでしょ。これは一回は、これあのこんだけ美味しいのやったら、はい、まだ釣りたい。皆さんも飽きてしまうかもわからんけど、年に1回ぐらい行きたいぐらいのね、本当に釣りになる。で、割とこう外房にしては、まあ風吹きましたけど、できたのでね、はい、タイミングも良かったということ
彼岸フグ釣ってないですけど、はい、赤目のフグ釣ってるシーンあるはずなんですありますね。あ、そうなんですか。黒鯛の落とし込みの時に。ああ、はい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 、はい、フグ竿を楽しそれを急に差し込む。めちゃめちゃ過去のやつ。いや、ゲドで釣れたんで、ということで、はい、今回ここまでですね、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。スケロク食べてチャンスに当たり目食べて一歩を引けば赤飯食べてお祝いだ。どうしたかしはらに